きなに、抜けたやろ、ミキヤ、うおおお、なんや、今のは。初回の守備、1回の表の初球、木浪が1、2塁間を抜けるかと思われる球を打つ。しかし、セカンドの田中美希也が軽快な守備を見せて、見事にアウトをもぎ取った。彼の守備が上手すぎて身が離せない。これは荒木の後継者が見つかったな。このプレーは本当に大きいと思う。素晴らしい。初球から打たれたら、梅津もやりにくいからな。中日の内野がカチカチすぎてやばいぞ。梅津の立ち上がりを支える、いい守備を見せてくれたね。世界を揺るがすプレーだと思うよ。こぼさない中田翔の守備力もすごいんだよな。ファーストが取ってくれるからアウトにできる。守備指標が普通なのが納得できんな。球際で取ってから速いし、球速も正確やぞ。ついにセカンドの守備で、菊池を脅かす存在が出てきたのか。100試合出場すればゴールデングラブもある。マジで菊池を超えてくれ。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。